この地から山田錦に負けないような酒米が登場して、うん、あんなネームバリューもケチらかかすような酒が出たら面白いでしょ。面白いですね。遠目に見てもあのもみの粒が大きいの分かります？ボロボロって感じでね、うん、普通こんなに大きくないから。今まで私が培ってきた貴重な財産そのまま潰すのもったいないからね。大切なのは仕事に携わる上での楽しさ、面白さ、さらにはそれを完成させた時の達成感、そこをきちんと伝えないと育たない。充実感を持って活動してる人には後継者もいるし、それで、それっていうのはその売り上げがいっぱいあるからとかの世界でないようだね。